おはようございます。ひどっチャンネルでーす。おはようございますっていうか、もう今日、もうお昼ですけどね。今日はね、天皇陛下の誕生日ということでね、お休みになってます。はい。休みっていいですね。なんかもうお腹空きましたね。はい。で、今日はね、何するかっていうと、ちょっとセガサターンのエミュレーターの話がね、ちょこちょこ、上がってきてますんで、スーパーコンソール X とかじゃないんですけど、パソコンで動くセガサターンのエミュレーターのお話をしようかなと思ってます。実はね、そんなにね、高いスペック求められてないんで、すいませんね、ちょっとパソコンのファンの音がすごいうるさいんですけど。はい、パソコンで使えるやつです。はい。で、SSF っていう、これですね。このエミュレーターをダウンロードして使うことになるんですけど、まあ、なんていうんですかね、私の概要欄のところにそのリンク貼ってありますんで、ぜひ興味がある方、もうそんなの知ってるわっていう人いっぱいいると思うんですけど、まあ、興味がある方は、使っていただければなぁなんて思います。で、ここの概要欄のところにリンク貼ってあるところに飛ぶとこんな感じでガーっていくんですけど、ここからぐるっていくと、ここの下にね、最新版これですよってなってるんですけど、ちょっとね、僕これで動かすとね、僕はなんか不安定だったんで、ちょっと今使ってんのこのベータ R5 ってやつ使ってます。これをダウンロードしていただければ、こんな感じでクリックするとダウンロード開始になりますので、ダウンロードしていただければなと思います。はい。ダウンロードしてるかな？ちょっとキャッシュ待機中になってますね。はい。ダウンロードの開始になると思いますんで、ぜひここからダウンロードしてください。はい、開始されましたね。はい。で、ダウンロードした場面には次になります。あ、その前に使うもののツールの話をしていきますが、これ以外にね、イメージファイルを、なんていうんですかね、ディスクイメージ、今って CD-ROM そのまま入れていただければ、それでも起動するんですけど、今ってパソコンってそんなに CD ついてないのもあるんで、まあ、オリジナルのディスク入れていただいてやるバージョンと、あとはまあディスクイメージですね。まあもちろんディスクを吸い出さなきゃいけないんですけど、吸い出したイメージでやりたいっていう人もいると思うんで、イメージでやる場合の、そのイメージを読み出すために、デーモンツールっていうのが今度必要になってきます。で、これもダウンロードクリックするとダウンロード開始しますんで、これも概要欄に貼っておきます。デーモンツールで仮想イメージっていうのを、仮想ディスクっていうのを使って、起動させますんで、こちらの方もダウンロードしてインストールしていただくと。あと、今回のね、SSF なんですけど、非常にね、BIOS なしでも動く、エミュレーターなんですね。でもね、やっぱり BIOS ないと動かないっていうソフトもありますので、BIOS を本体から吸い出しておいてくださいって言うと、すげえ、大変だなって思うんで、どうやってやるんだよって話になるんで、そこの辺の説明はできないんで、できないっていうか、まあね、他で見ていただければいいんですけど、はい、そこまではちょっとしないんで、めんどくさいから。もしね、BIOS って実は意外にインターネット上で落ちてるんで、例えばね、こんな感じで、セガ、サターン、BIOS って入れると、意外にこういう感じで検索結果出てくるんで、こういうところで落ちてるかもしれないです。落ちてるかもしれないんで、落ちてるかもしれないんで しつこいわって 多分落ちてると思いますんで、まあそこからダウンロードしていただいて、使っていただくっていう方がいいかも。ここはね、ちょっとね、危ないんでね、僕の概要欄に貼らないですけど、こういう検索かければ出てくるかもしれないです。はい。っていうのは、この3点揃えておいてください。はい。じゃあ次の画面に行きます。はい。先ほどの、SSF のね、圧縮ファイルを回答するとこんな感じになりますんで、で、まあ、ここにもしね、BIOS 持ってる人、ダウンロードって言ったら、吸い出ししたりとかですね、外部から持ってきた人は、ここでもう、こうやって、BIOS 入れちゃってください。ここにね。まあ、ここじゃなくてもいいです。どこでもいいです。BIOS ってフォルダ作っていただいてもいいですし。はい。で、ここで SSF 立ち上げます。これですね。EXE ファイルを立ち上げると、ちょっと時間かかるんですけど、はい、こんな感じになりますんで、
はい。で、セガサターンのこれが立ち上がりますが、これね、実は僕先にちょっと立ち上げちゃってて、バイオス設定してるからこういうのが出てくるんですけど、まあ多分一番最初初回はね、真っ暗な画面になると思います。真っ暗な画面になるんですけど、オプションで、オプションってところですね。ここを押すと、ここにバイオス設定するところがあって、ここに先ほどのバイオスを設定してあげてください。ね。ここでバイオスをこれがバイオスですよって設定してあげて、OK って言ってやると、再起動してくださいってくるんで、また一回立ち上げて、差し下げて、立ち上げると、先ほどのサターンのロゴが出るようになりますんで、はい。これがね、バイオスなんですよ。このセガサターンのこのプログラムが立ち上がるのがバイオスになります。この画面がバイオスのお話になりますね。これがないと真っ暗な画面になります。で、ここで CD が入っていませんって出ますんで、まあ、ソフトをこのままディスクある人はやれば動くと思いますし、で、その前にね、オプションで、コントローラーのセッティングをしなきゃいけないですね。コントローラー。で、コントロールパッドの、部分。これを、例えば、今持ってるコントローラーで、アップ、ダウン、レフト、ライト、A、B、C、C ボタンですね。で、X、Y、Z、L、R。で、スタートボタンですね。スタートボタンと、ラピッドアップ、ラピッドダウンとかも、これ全部使わなくていいです。適当に設定してください、ここは。はい。で、これでね、コントローラーの設定が完了しました。で、OK を押してください。で、あとね、それ以外に、これで動くようになってますね、コントローラーで。で、これ以外に、ですね、そうですね、スクリーンの設定とかあるんですけど、まあ、オートフレームスキップとか、スケーリング、スキャニングってあって、これが、画面に線入れるか入れないかですね。昔の操作線みたいなやつですね。あと、ワイドスクリーンの設定ができたりとかもできますんで、ワイドにするとかしないとかですね。っていうこともできたりします。まあ、基本的にここは、まあ、各自使ってみて、慣れてみようかなっていうところでいいと思います。で、今のところね、これディスク入ってない状態なので、ディスクの入れ方、イメージファイルの入れ方について次説明します。はい。次にね、ディスクイメージを読み込むデーモンツールのお話をします。まあ、ここで仮想のディスクドライブを作ってそこにディスクを入れるって話です。で、これインストールするとこんな感じでアイコンが出てくると思うので、このアイコンをクリックしてください。そうするとね、こんな感じの画面になると思います。はい。で、もうね、簡単にクイックマウントってとこで押してください。で、ここで好きなゲームソフトをフォルダで選んでいただいて、まあ、フォルダでこうやってなってると思うんですけど、ディスクイメージですね。ここで、好きなソフト、どれ遊ぼうかなっていうので、設定していただいて、遊ぶという感じなんですけど、まあ、今回はレイヤーセクションにしましょうかね。僕が結構好きなんで、イメージファイルを選択すると、こんな感じで F ドライブに、イメージが入りましたっていうことで、まあ、これで、まあ、次の、閉じちゃっていいと思います。F ドライブですね。ウェブドライブに入りましたということになります。はい。で、今度ね、先ほどディスクドライブ設定したので、また SSF の方を立ち上げ直します。そうすると、こんな感じになるんですけど。はい。一応ね、これで立ち上がってる感じかなと思います。で、これ立ち上がんないなっていう人いたら、例えばね、これね、ハードウェアじゃねえや、オプションのところで、オプションのところをクリックしていただくと、ここですね、CD ドライブを指定してあげなきゃいけなくて、直接ディスクから読み込む人は、ドライブから読み込む人は、ここドライブ設定してあげてください。で、ディスクイメージの方は、このディスクなんちゃらっていうところを選択、ディスクソフトバーチャルっていうところを選択してあげれば、そこ選択して再起動してくださいってなりますので、再起動したら、おそらくこの画面になるかと思います。おそらくこの画面に、ちゃんと起動した画面になると思いますので、これで遊べる状態になります。はい。じゃあ早速ね、遊んでみましょう。動くかどうかってことで。はい。こんな感じで、ちゃんと動きますね。ちょっと動作チェックで。
このレイヤーセクションなんですけど、すごくこの音がいいですよね。音楽大好きで、これかなりの名作のシューティングゲームだと思います。これロックオンしながら倒してくれるんですね。レイストームのね、あの1作目なんですよね。レイストームが2作目で、こんな感じでちゃんとね、何の遅延もなくね動くんですよ。実は安定して、まあこれがねまだねポリゴン系のグリグリしたゲームじゃないんでね、何本かちょっと動作チェックしていきます。死んじゃった。こんな感じでね、あのロックオンしながらめちゃめちゃ破壊して気持ちいいっていうね、破壊がねいっぱいできるんですよ。こうまとめてねロックオンして倒すと点数が高くなるんですね。でボス戦ですね。まあ、昔のね、結構ゲームなんで、そんなに弾数少ないですけどね。あの、最近のやつなんかね、すごい弾幕でバーって出てくるようなのを避けながらっていうのは楽しむ感じのゲーム多いんですけど、これはこれでね、面白いですよね。こういう、弾数少ないですけど、まあ、こう、で、ボス戦も楽しいですね。ちょっとグラディウスチックなボス。ああ。ビッグワイパーじゃないな、ビッグコアでしたっけ、グラディウスですよね。こんな感じのボス戦になってます。はい、こんな感じでね、普通に、遊べます。で、ちょっと別のゲームで遊んでみます。はい、次はね、スーパーリアルマージャン P5 遊んでみたいと思います。はい、で、オプションでもちろんね、これね、初期設定でね、負けると服着ちゃうんですよ。だから着ないっていう設定にして、まあ、ランクも、ちょっと1ぐらいに落としすぎましょうかね。っていうね、遊び方ができるということ。これもね、グラフィックすごいまんまです。ね、これもね、ニンテンドースイッチでちゃんと、ね、リメイクされましたよね。これね、ニンテンドースイッチのやつは、途中から謎の光が入るっていうね。神様の光が入るっていう仕様ですけど、セガサタン版はね、そういうね、神に愛されてないんで、謎の光は入らないですね。で、こんな感じで普通に動きますね。まあ、麻雀ゲームなんでね。まあ、みんなね、でもね、セガサタン持ってる人はもうここね、みんな通ってると思いますんで。はい。まあ、強いんでね、このスーパーリアル麻雀って言ったら。でも、麻雀そんなにね、詳しいわけじゃないんで、リーチいけるかな？リーチ！いけないですね、全然ね。全然リーチいけないですね。あ、積もりましたね、相手がね。全然勝てないや。もう一戦ぐらいいってみましょうかね。って感じでね、一応ね、このコンティニュー画面好きなんですよね、僕ね、こう育児なしとかってくれるのね、変態にはたまらないですね。変態って。はい、ちょっとね、もう一戦やって負けたら皆さんこれ諦めますね。強いんですよね、これイージーにしても、まあ、僕の麻雀が下手くそだっていうのあるんですけどね、ジャンジでもないから。どうしようかな。
フランスでしょうかね。うわあ、早い、リーチが早い、リーチが早いよ。これはあれだね、これ10回するでしょ。おお、これリーチいけんじゃないですか。で、2面待ちにしましょう。あー、上がれてたんですね、さっきね。こっちにしましょうか、じゃあ。来ないですね。あ、来たんじゃないですか、これ。つも、つもじゃないですか。来ましたね。つも、積もれましたね。これで、はい。こんな感じでね。早速ね、こういうアニメーションが見れる。まあこんな感じでね、女の子服脱いでいくっていうゲームなんですけど、せっかくなんでもう一戦やってみましょうかね。先が皆さん気になると思うんでね。僕だけだよね、気になってるのね。あ、チューンで泣いときゃよかったですね。相手の方全然見てない。何かな。お、来ましたね。揃いましたね。あ、じゃあよくわかんないですね。お、来たんじゃないですか。リーチ来ましたね、リーチね。何来たらいいんだ。6か、6か、あ、そこか、そこだね、はい。あ、相手も来ましたね、リーチがね、燃えてきましたね。はい、相手積もられましたっていうことで。はい、こんな感じでね、手形タンのゲーム2本ちょっと紹介して、ちょっと重たいのもう1本やってみましょうか、せっかくなんで。あ、すいません、ぼやけてますね。はい、ちょっと重たいのもう1本やってみます。はい、じゃあとりあえず今日最後にしますね。これガングリフォン2、まあポリゴンバリバリなんでね、重たいんじゃないかと思われるんでこれにしました。はい。で、こんな感じで、まあ、これもね、快適なんですよ、実は。シナリオモードだと思いましょうか。はい、単独して。もう、なんだろうね、戦車みたいなの、戦車みたいなロボットを操作するゲームですね。僕もね、これね、持ってはいるんですけど、全然遊んだことなくて、操作が詳しいってわけじゃないんで、ぜひね、遊んでみたいなと思って出てたんですけど、こんな感じで 3D 描写でなってて、これジャンプボタンですね。おお、これどれで打つんだろう。あ、これですね。 L ボタン、 R ボタンですね。 R ボタンでこんな感じでね、今めっちゃ歩いてますね。ちょっとね、操作しづらい感じが逆にいいっていうね。めっちゃ倒してますね。こんな感じでね、敵を倒していくんですけど、上に斜めじゃない、左下にね、レーダーがあって、それに従って、あ、もう弾ないじゃないですか、もう弾ないやんっていうね。ボタンが複雑ですね。あ、これか、これでまた違う武器。いじれますね。これで、ガン使えてますね。これで、こんな感じで。あ、気持ちいいですね、これ。これ仲間っぽいね。これ仲間のあれですね。で、これを、この戦車倒したり、当たんねえな。
打ち倒しましたね。これ味方なのかな、味方なのか敵なのか分かんないけど黄色がよく分かんないですね。黄色敵かな、敵なのかな、まあ、とりあえず殺しておきましょうこんな感じのねやつもポリゴンバリバリのゲームもこうやって動きますね。あ、敵が来ましたね、赤、赤。これもなんかとりあえず敵なのかな、これ草でしたね、敵かと思ったら草でしたねなんか全然当たんないですね。弾がね、35発しかないですね、あと。あ、後ろにいますね、赤。よし、あ、当たんね。エリアから出てますね、エリアから出てますね、これ。戦闘エリアから離脱中ですね。これ倒せばいいかな、とりあえず。気持ちいいですよね、こうやってこの、よし、倒しましたね。これね、昔ね、結構ハマ、ね、友達がハマっててね、これ面白いよ面白いよって勧められてたんですけど、全然遊んでないですね今、少ないですよね、こういうね、戦車っぽいゲーム。これを戦車をこう操作してね、ちょっとこのもどかしさを体験するようなゲーム少ないですよね。よし。いつも死ぬ雑魚どもが。よし。こういうの出してほしいですよね。ガングリフォン3とかね。もっとね、いっぱいいいゲームね、過去にいっぱい出てるんですけど、最近そういうのがね、少ないんですよね。よし。これ何やったらクリアなんだろうね。これがバックか。バック、あ、あれもできますね。ちょっと待ってください。あ、これか。なるほど、なるほど。ん？バックに下がってますね。あ、これで前進ですね。あ、前進ボタンですね、これが。はい。いいですね。ドムみたいになってますね、ドム。ドム歩きしてますね。これ敵かな？これ敵っぽいですね。エリア、あ、エリアから出ちゃって、ダメでした。一応ね、こういう風にね、ポリゴンバリバリのゲームを遊べますので、ぜひね、皆さんもセガサターンのソフト家に眠ってると思いますんで、ぜひね、久しぶりに遊びたいなっていうので、パソコンで、こういう感じで、エミュレーター立ち上げて、見てはいかがでしょうかという紹介です。はい。ということでね、今日セガサターンの SSF ってエミュレーターの紹介だったんですけど、いかがだったでしょうかね。思ってたより導入簡単でしょって思ってます。で、ね、パソコンもね、そんなに高いスペック求められないんで、まあこれとデーモンツールあれば、まあ大体のセガサターンソフトは動くんじゃない。まあもちろん動かないのもあると思いますけど、まあ、大体は動くかなと思ってます。で、ぜひね、この機会にね、皆さんせっかく古いゲームいっぱい眠ってると思いますんで、遊んでみてはいかがかななんて思います。一応今回セガサターンの回で、前、ね、また質問とかあればそれに答えた形で使い方はもうちょっと詳しく深掘りしていきたいなと思うんですけど、まあ簡単に今日導入編ということで、簡単な使い方の部分だけある程度使えればいいかななんて思うんで、まあそこまでにしてます。あとね、細かなグラフィックとかね、フル画面表示にしたいとかね、いろいろ、ね、要望あるかもしれないんですけど、その時はご質問来て要望があったら、自分の方で、また動画の方にしたいななんて思ってます。はい、じゃあ家に皆さんパソコンあると思うんでね、最近は、はい、早速導入して遊んでみてはいかがでしょうかということで、はい、でじゃあこんな感じの活動もね引き続きやっていきたいなと思いますので、はい、もしこの動画良かったなと思えばグッドボタンを押していただいて、ね、で初めて見てチャンネル登録してもいいかななんて、エミュレーターの紹介今後もちょっと勉強したいななんて思う方は、私と一緒に勉強していきたいなと思っていただける方は、チャンネル登録していただければなって思ってます。
はい。ちょっとね、パソコンのファンの音がうるさいですけど、ね。はい。すいませんが、じゃあ、今日はこんな感じで、したいと思います。ということで、セガサターンのエミュレーター SSF の紹介でした。はい。糸チャンネルでした。